こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週木曜日夜11時59分から放送のドラマ、ブラックファミラー新堂家の復讐第9話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて、今回はユーマの事件の真相、葵の行動、サノの居場所の特定方法、最終回予想という順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。ユーマの事件の真相。カズハがユーマのスマホを見たのは、ユーマと葵が会う約束を知っていたのは明夫と稲田だけなので、もし明夫以外の別の誰かに会っていたとしたら何か連絡があったと思ったからでした。発信履歴にあった01271はハングル文字だとこうなり、つまり日記を表します。ユーマのスマホトップにはメモ帳もあったので、素直にひらがなで打てば済むのにと思ったのですが、鍵となる交換日記2をやっと見ることができたので9話まで待った甲斐がありました。前回の動画でも考察しましたが、葵からユーマにメールが来たのは17時28分で、その時葵は上野におり、ユーマも近くにいたので葵にユーマが協力を求めるために接触し、場所を移動したのではと話しました。葵から話を聞き、交換日記にその秘密があることをカズハに伝えるために瀕死の状態で01271と打ったので、ユーマを突き落としたのは葵だと思います。ユーマが階段から突き落とされた翌日の朝、夫婦仲の悪い明夫とレミが会話をしていたこと、葵が突然暴れ出した時薬の入った瓶が倒れたのが伏線で、葵が病んでいたことは間違いないですよね。葵の行動。ホームパーティーが行われたのは10月2日でした。こちらの動画で撮影をお願いしたのは葵だと考察したのですが、その動機は概ね当たっていました。リリアが撮っていたのは、明夫が我々権力者が女を抱いて仕事を与える、女は我々に抱かれることで仕事を得るという決定的なものでした。リリアのスマホは見つかっていませんが、葵が追いかけていた時落としたので、今も葵が持っていると考えています。リリアを突き落としたのは葵だという考察も当たっていました。1話でリリアに鏡で合図を送ったのは葵しか考えられなかったので、ずっと怪しかったです。夜になってからリリアが転落したことが腑に落ちなかったのですが、葵に一旦階段から突き落とされ、午後7時過ぎまで気を失っていたということでした。動画を流出させたのが葵とリリアだと気がついた明夫が心配して学校まで見に行き、葵を家に連れて帰り、その後明夫がマスコミや警察に圧力をかけ、レミがサルベージに頼みパパ活動画を配信させ、2人で葵をかばっていたということですよね。前回の動画で葵だけ監視カメラを探そうとしないのはおかしいとお話ししたのですが、実際笑ってたんですね。一方レミは理想の家族像を守ることも知っていましたが、リアルに葵を守ることもしているので、サルベージが配信したレミの動画もフェイクだと思われます。サナの居場所の特定方法。リンダロは午後9時までにコウスケが監禁場所を突き止めて助けに来なければ、サナを裸にしてその姿を生配信すると脅迫したわけですが、自撮りをした時に独特な模様が映り込んでいました。この模様は3話でサナがリンタロウと接触したバーの柱の模様と一致するので、リンタロウがドラッグをやっていた場所で間違いないでしょう。ドラッグを黙認しているということはリンタロウの馴染みのバー。一方セリザワはサナから店の名前を聞いていなかったものの、サナが潜入した事実は知っていますよね。コウスケには特定するスキルがないようですが、芹沢は以前高瀬拓郎の埼玉の潜伏先の塾を特定していました。9話の冒頭で芹沢がネット記事をアップし、新道家に協力する描写があったので、コウスケが芹沢を頼りさえすれば、直に芹沢が凛太郎の交友関係や独特な柱の模様からサナの監禁場所を割り出すのではないでしょうか。最終回予想。予告ではレミが包丁を手にし、カズハが竿と向けて許さないと言っているので、葵を手にかけることはしないと思います。
葵が持っているリアのスマホ内に明夫の暴露動画が入っているので、康介が明夫と対峙して終わり。最終回のあらすじによると、彼女は早乙女家の罪を一身に背負う覚悟をしたリミと再会するのだった。家族を守りたい二人の母親が対峙する。新道家の復讐の果てに待ち受けるものはとあります。救出されたサナと康介が駆けつけ、その場は収まるのではないでしょうか。結果、早乙女家は崩壊、葵も逮捕。罪を認めさせることが復讐目的だとしたら、それは果たしているのですが、葵もレミも謝罪の言葉を言っていませんよね。和葉は一言、謝りの言葉が欲しいのではないでしょうか。最後になりますが、一番美味しい思いをしているのは芹沢なので、最終回で本当の気持ちを言うのではと思っています。さて、皆さんはどんな考察をしていますか？コメントで教えてください。復讐の果てに待ち受けるものが何なのか気になる最終回は12月7日木曜日夜11時59分放送です。チャンネル登録しないでご覧になっている方は、この動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。